こうやると、こうやると、こうやると、でっかいまず落とし穴その1で、実はドットとプラスは別の、せっかくなんか正体が来たんだから2台変えるかなと。こんにちは、ニレコムです。今日はですね、再びスマートスピーカー編をお送りしたいんですけど、その前に今日の収録環境なんですが、あとはね、いつものことなんですけど、別撮りしてます。この Zoom H1 っていう、こいつが本体で、マイクが KT9904 を使っていて、あと今までって音のモニタリングを実は全然しないで出たんですけど、後でこう収録した後で「あっとしまった」みたいなことがたまにあるので、せっかくなので今日これも久々登場なんですけど、 BOSE のクワイエットコンフォート20ですね。ノイズキャンセリングヘッドホンですね。前に、ソニーの WF-1000X の時に比較でお話ししたと思うんですけど、こいつに登場していただいて、外からこうノイズが入ってるかどうかっていうのは、ノイズキャンセリングヘッドホンで聞いてれば、実際この録音環境的に邪魔になる音だったのかどうだったのかっていう判定ができるだろうっていうんで、耳でこう聞きながら静寂に包まれながら、収録をしたいと思います。でね、スマートスピーカーに関してはね、もう本当に戦いの歴史と言ってもよくてですね、話せば長いって感じなんですけど、パッと今までのこう流れね、他の動画でも話したと思うんですけど、振り返っちゃうと、10月の7日にまず Google ホームが、発売になってすぐに購入しましたと。2個セットでビッグカメラで買うと1万トンで800円かける2個ですよね。まあ割安感があったっていうのがあって、あとそのリビングと書斎と1個ずつ使えるよねっていう、まあ家電をコントロールしたり、クロームキャストでテレビとこう連携したりとかね、いうのがやりたくて Google ホームにしましたと。一方ね、その Amazon エコーっていうのは、前にお話ししたと思うんですけど、アメリカではもっとこう先に発売されてて、 Google ホームの方がむしろ後なんですよね。で、日本ではそれがこう逆転してるんで、10月7日の時点ではまず Amazon 出てなくて、11月8日に初めて日本でも Amazon エコーの購入を受け付けます。ただし招待制って言われていて、仕方なく招待してくださいボタンを押してじーっとこう待ってましたと。でもね、いつまで経っても来ないんで、それで途中のこう動画でいろいろ買いました買いましたっていう、こう瞑想人生みたいな感じになるんですけど、でその次に買ったのがこちら Amazon Fire HD10 ですね。その Amazon Echo Show と同じで、こう画面のついている Amazon Echo アレクサ対応端末か、米国ではそろそろもう発売始まってると思うんですけど、それと同じようにこのタブレットを使うと、画面付きの、まあ、Amazon エコーみたいなもんですよね。ただの音声だけのスマートスピーカーと違って、ちゃんとその結果が目で見えるっていうところが良くて、米国ではすでにサービス始まってると思うんですけど、で日本でもしかしてひょっとして100歩譲ってこれ使えるんじゃないのかなと思ったんですけど、アレクサ、反応した。するね。なんか見た目逆さまだ。見た目日本語でこう表示されてるので、あれ、アマゾンのアレクサのサービスがこれで使えるんじゃないって、日本語版で使えるんじゃないっていうふうに思っちゃうんですけど、実はそうじゃなくて、あくまでこれ英語版です。見た目がこうところどころ日本語で表示され、いきなりロイターズが来た。アレクサ、ストップ。あくまで米国版のサービスが日本で使えるっていうだけですね。アカウントもアマゾン COJP じゃなくて、アマゾン .com の方を入れないと、英語版のアレクサのサービスっていうのは使えませんと。それが11月12日に届きましたと。で、その後、一応ね、招待制の中身をこう確認してみたんですけど、アマゾンエコーっていうのが、こう、一番標準的なサイズのスマートスピーカーなんですけど、まあ、Google で言うと、この Google ホームに当たるやつなんですけど、それ以外に、Amazon Echo Dot と Amazon Echo Plus っていう、まあ、ショーとダイの、ファミリーがあるんですよね。結構ね、まずここに落とし穴があって、最初に招待制で申し込んだのって Amazon Echo だけなんですね。ってことは、ドットとプラスと全部込み込みじゃないのっていうふうに
一瞬思うじゃないですか。そうですね、 USB ケーブルとかを買った時に長さのこう違うバリエーションって1個のこうページにまとめて表示されるじゃないですか。でポチッと、あ、 1m が欲しいなとか 0.5m で私はいいなとか、こうポチポチ途中の値段の下のこうボタンをこう押すことでバリエーションがこういろいろ出てくるので、ということは、まあ一回その Amazon エコーについてこう招待制で申し込むと全部について有効だと一瞬思っちゃうんですけど、そこがでっかいまず落とし穴その1で、実はドットとプラスは別の招待制になっておりますと。なのでドットのページに行って個別に招待してくださいボタンを押して、プラスの方にもう一回行って招待制のボタンを押してて、計3回やらないと3種類買おうと思っても買えないんですよね。でそれにあっと思って気がついて慌ててそのドットとプラス の招待ボタンをポチりましたというのが11月17日の話ですね。でこの時点でもうすでに9日間ぐらいこうビハインドというかですね、経っちゃってるので、だいぶ最初のこう先頭集団からするとかなり出遅れちゃってるわけですね。で、さらにもう一個私の特有のこう落とし穴があってですね、アカウントが違ってましたと。なんていうんですかね、メインの Amazon COJP のアカウントと、なんていうんですかね、こうテスト用に使ってるアカウントがもう一個あるんですよね。その申し込んだ時にそのテスト用のアカウントで申し込んじゃったと、招待制のボタンを押しちゃったと。確かに招待待ちの待ち行列には入ってるんですけど、そっちは全然購買履歴もほとんどなくって、なんだろう、そのプライムにも入ってないので、なんていうんですかね、アマゾンからすると全然こうお得感がないというのか、本当に招待してあげてなんかメリットあんのみたいな感じの非常にこう貧弱なアカウントで招待申し込みをしちゃったっていうことに気がついて、まあガチアカウント本アカでその申し込みをし直したんですね。それがなんと11月の23日でもうすでに15日経っちゃってるわけですね。アマゾンエコードットだけあればいいかなっていうので一旦申し込んだ。で、待てど暮らせどね、結局テスト用のアカウントもそのプライム会員になっている本ちゃんアカウントの方も何の音沙汰もなくてずっと日々が過ぎ去りましたと。で12月9日になって Amazon エコーを招待してくれないし、私はすっかりその頃 Google ホームと仲良しになっていてですね、まあ、別の、動画でお話しますけど、家電のコントロールもすっかりこいつでできるような時代になっちゃったし、 Chromecast で動画見る時も、まあ、Google、Netflix で何々がこう見たいっていうふうに言うとこう見れちゃうとかですね、もう無意識にこう話しかけるような状態ですっかり Google 内蔵されているので3台目を買っちゃいましたと。Google ホームミニで、こっちはちっちゃい方のバージョンですね。まんじゅうとよく似てるので、どっかでこれをかじろうとしてる写真をこう載っけてる人がいたと思うんですけど、テスト用にね、これはもう本当にリビングと書斎とで本当にもう本番運用というかですね、がっつり家電のコントロール用に使ってるので、あんまりこうおいそれと場所を変えたりとかね、セッティング変えたりしたくないんですよね。なのでこういろいろ試したいようにこれを買いましたと。声がね、その届かないエリアみたいなのがどうしてもこう出てきちゃって、まあなんかっていうとなんかこう Wi-Fi のステーションの話と同じような感じなんですけど、書斎とリビングってある程度こう距離があってですね、その間とかね、同じリビングの中でもそんなに広い家じゃないんですけど、ボソボソっとこう喋るとこうちゃんとこう聞いてくれる時とくれない時があるので、あえてですね、こう部屋のこう反対側対角線に例えば1台リビングにこいつを置いて、もう1台ミニを置いてとか、あとはちょっと やってみたいなと思っていたのは、この2台あるとどうもステレオスピーカーとしてね、ちゃんと同期して音を鳴らしてくれるみたいなんで、それをちょっと試してみたいなっていうのがあって、そうするとちょっとね何言ってるか分かりませんねっていう風にこう見てる人から言われそうですけど、3台目があった方がいいかなっていうので買いました。でちょうどこれ買った時って、これも
定価が6480円のものなんですけど、安売りしていて3240円で買えました。でもうすでに年のせいなわけなんですけど、12月の27日にね、Amazon のそのエコドットの招待者にようやくこう選ばれましたと、招待メールが来ましたと。やっぱりね、そのテスト用のこうアカウントでは全然こう音沙汰も何にもなくて、その私がその本気で使っている方の Amazon COJP のアカウントの方に、ドットのこう招待メールがいよいよやってきましたというので、はい、エコードット、ようやくね、ようやくニレ家に Amazon エコーがこんだけこう Google に侵食されて、3台ですね、3対2みたいな感じで、こうやるとこうやるとこうやると、まあスマートスピーカーのこうフルハウスみたいな感じなんですけど、エコードットもようやく入手しました。表示上はですね、 Amazon のページ上は定価が5980円税込みなんですけど、プライムの会員になっていると2000円引きで買えますって書いてあって、あ、意外と安いんだねっていうんで3980円で買えました。安売りの時のここも右が3240円なんで、まあこの2つ右サイズのスマートスピーカー同士っていうのは結構こう横目にお互いのことをまあ睨みながら値段をこう慎重に値下げしたり元に戻したりっていったことを多分これからも繰り返していくんだろうなという感じはします。あとね、その落とし穴もう一個あって、この招待でまず買えるエコードットって1台限定なんですね。せっかくなんか招待が来たんだから2台買えるかなと、エコードットだったら2台買えるかな、プラスは無理でもドットはいけるだろうと思っていたら、実はダメで1回につき1個しか買えないんですね。2個欲しい時はどうするかっていうと、実はもう1回招待メールをくださいっていうので、招待リクエストのボタンをこうまだ押してない状態に戻ってるんで、もう一回招待ボタンをこう押してこう静かにこうコミケのこう行列みたいな感じで待たなきゃいけないっていう、という仕様みたいですね。そんなにでもちびちび売ってどうするんだろうっていう感じは正直します。